今日はねポニーテールをしてみました。ポニーテール、ポニーテール、どうですか、どうですか、を塗らせてください。これはバターリップ、グロスを塗ります。ツルツルになりました。そう、これ新しく初めて着たお洋服。今日は何をするかと言いますとね、ちょっと曲がっちゃってるな、曲がってる今日はですね、なんとなんと今日はやることがあって、今日は作戦会議をしたいと思います。はい、何の作戦かと言いますと、これからショールーム企画を何回かしていきたいなって思ってて、まずはね、皆さんのお力を借りずに、まずは私がね自力でちょっと5分ぐらい、たったの5分たったの5分ですが5分考えてみたので、ちょっとそれをちょっとね発表したいと思います。あ、小日向さんのカバンです。私が考えてきたプレゼンですね。あれ？あれ？あったあった、危ない危ない。じゃあ私が考えてきた、こんな感じです。見えますか？じゃあ最初の一番上から、まずネギトロを巻く配信、これはですね昔ショールームでも、あとインスタグラムのストーリーでもやったことがあるネギトロを巻く配信、それで次は餃子を包む配信、これもなんだろう、ただ包むだけ。餃子はフライパンでここ持ち込みできないので、でもコンロがないのかな、コンロがないので餃子はただ包んで持って帰んなきゃいけないんですけども、習字配信、習字配信も過去にしたことがあって、すごいなんだろう、独特な、なんだろう、でもそんなにめちゃめちゃうまいわけでもないし、めちゃめちゃ下手なわけでもっていうのがあります。そしてこの4はね、私のおすすめの帰り推しの実態に迫る配信っていうのを想像しますか？これはですね、なんかよく MC とかでもいろいろさ、かえりちゃんのファンの人ってどんな人なのって、帰り推しってどんな方なのって聞かれることが多いじゃないですか。なんかでもそれちょっと厳密に調査していこうと思ってはい、どのような方が私のファンの方に多いのかとか、そういうのを迫る配信です。でこれはメールを元にしていこうな、もうメールを元にショールームでは調査結果を発表と思ってまして、例えばメールで何県に住んでますかとね聞いて集計して、私のファンの人はこういう人って言ったら、なんかちょっと私の5分の間に思いついた一つの案です。なんか私的には挨拶大好きマン、そうだね、挨拶好きな方もいらっしゃると思うし、なんかあと公園でのなんだろう、楽しみ方がいっぱいあると思うんですよ。私のファンの方って本当になんかもう本当に個性が豊かなんですよ。個性が爆発してるのでそれをまとめて発表したらいいんじゃないかなっていう、これはですね、まあ、これはやるなら夜なんですけれども、ファンの皆さんが私のショールームをつけながら用意して、私と全く同じ時間に食べ始めて全く同じ時間に食べ終わるっていう、意思を疎通させようっていうですはい、これはよくお揃いぐらいの量っていうのはまだね
あのエレンが今できるのでリアルタイムで胃を同じにしようっていうあの謎のリアルタイムでだよ。なんていうの、あの一つ頂いてからあのタイムラグが生じてみんながいい、みんなの胃がお揃いになってるんだけど、これはリアルタイムで胃の中が一緒になるっていうあの珍しい企画で、6番が、まあ、何か食べる配信。なんか私が食べるだけのって自由ありますかみたいなこと言ったら、あるよっていうコメントっていう配信と、あと昔の帰り質問コーナーっていうの、私の幼少期の帰りの写真とかを持ってきて、私はこんな子でしたっていうねのを紹介するやつなんですけど、もう私20歳になるので、そうなんか1年ずつ振り返っても面白いんじゃないかなって思ってこれを用意して、8番は新潟グルメ紹介コーナー。これはねもちろんなんですけれども、あの意外と新潟の方にもあの握手会やね SNS などでもね、あの帰りにどこ寄っている方多いと思うんですけれども、あのこれはですね、19歳の女の子だから、なんかうーんた劇場帰りに、まあ、ファンの皆さんがタピオカ行くの全然 OK なんですけれども、もしかしたらねちょっと行きにくい方とかいらっしゃるかもしれないので、私がちゃんとあの行きやすいというか、なんてうーん気さくに気軽に行けそうなというコーナーになります。もうこれはあの何紹介するか決まっています。気を使わせている、あ、全然そうだはい、で私この中で全部やるんじゃなくて、ちょっと今日投票もあのなんか意外にこうやって今初めて読んだんですけど読み返してみたらどれやっても良さそうだなって思ってるんだけど、なんか嫌なものありますかじゃあこの中でうん、どうしよう、嫌なものなんか2個ぐらい除外しますか除外しちゃうやりなんかちょっとこれは危ないんじゃないかっていうご意見ないのかな。うん、開業するの絶対でもね、そうこれ多分全部やったらなんかまあみんなとの思い出が一気にドカンって増えるんじゃないかなって思ってて、うん、でも私的になんか危ないのはまあこの食料系、あなんてないけどお料理系かな、なんか餃子包むうまく包めるかどうかが心配、家じゃないし、うんっていうぐらいですかね。でもやっても全然いいかなって思います。2月2日に、あれ2月2日って恵方巻きの日ですけれども、ちょっとねたかしがね発表してね、ちょっと私病んでたのでできない、これを含め8つとなりました。そうなのよ。はい、ということで、あ劇場臭くなっちゃうかなの匂いが残ってるってことでえそんなに残るの匂いって分かりませんけど、こんな感じです。ちょっと順番は考えます。考えるけどな、なんか一番最後がこれがいい気がする、私的に。わかんないですけど、配信よろしくお願いします。ここに頑張ります。楽しみだって嬉しい。今日の服穴開いてるよって言われると思った。そうなんです、ちょっとこの服穴開いてるんです。そうなの、肩が出てるんです。これ肩です。これねちょっとあのなんかどこかで見覚えあるっていう方いらっしゃるかな。見覚えある方いらっしゃる？こんな感じだよ、こんな感じ。見覚えある方いるかな。え、ある？誰？早く言って何？見覚えある？本当にありますか？え、何だと思いますか？幼稚園児みたいに膝ではないよね。これ膝じゃないよ。どういうこと？何だと思いますか？
正解はね、誰かからいただいたお洋服なんです。誰かからいただいたの。え、絶対分かる人いると思うんだけど、え、これ膝に見えるの？どう、あ、これが膝に見えると思う。ちょっとその推しの方、推しの方はね、覚えててほしいね。あー、まだ正解が出ない。すごいね、意外な人かもしれない。早川さんじゃないよ違うよ。正解はちかなでした。はい、これ実はね、ちかなからいただいたんです。この前、あの、先週お家に呼んでいただいてなって言われて、はい、そう、サイズぴったりじゃないかってね、期待してたのでね、すぐ当たるんじゃないかって思ったけど、ちかなプロのです。かわいい。なんでこんなさ、こんなさ、たださ、ちかなって言っただけなのにすぐ挨拶に向かおうとする帰りのファン。うん、男前のちかな。男前なの？わかんない。ありがとうを伝えに行かないと、もう私がいっぱい言ってます。私がいっぱい言ってるがな。そんなさ、みんながさ、帰りお洋服あげたりしないの？だってお洋服ね、あげたことないかも、誰にも。メイク道具とかはよくでもないけど、あの、中学生の子にあげてたりしてるけど、お洋服あげないな、基本。妹とかにあげる、あげるというか一緒に着、あ、ひなにあげたのはね、あれは新品で普通にお店で買ったの。マッシーのワンピースもお店で買った。だから自分の今のところ、僕にくださいだって。うん。うん、そんな感じね。そう、ヒノがね、よく着てて嬉しいの。あの、オレンジ、赤オレンジっぽいやつ、嬉しいです。はい、ということでですね、あの、あと7号5とメールにあったなんか質問を引っ張り出してきました。それをちょっと今話そうかなって思ってます。ね、これね、何回も失敗したの。一応ほら、最初これでこうなって、これもまだ失敗で、こうなってこうなった。何回も失敗してるけど、最終的に失敗してるんだけど、はい。あとね、今日もね、みんなに見せたいものがあってですね、あの、24日のドラフトのね、イベントでですね、あのね、私のお母さんがね、私のお母さんがあれなの、あの、メッセージカードをね、当てたらしく、当てたんじゃないや、あの、いただいたらしくって。誰のでしょうか。あの、待って。これは絶対ヒントなくてわかんないね。正解はじゃじゃん、ダブル&ちかなでした。見えないかな、ちかなちゃんだったの、2つとも。今日すごいちかなでね、ちょっとね、去年のもあって、去年のはこれ、ななみ、去年のななみ、あ、見えないかな、なんか反射してるのかな、ゆなこ、あ、違うよ、あのね、あの、夜だけでね、妹だ、妹の分、見えない、あ、こっちがゆなで、ななみ、これをね、まさかのね、生写真ケースの中に入れてしまってる私たち。なんか他の仕方が分かんなくって、でも大事なって思って、見える、私のやつ。なんかさ、私のね、メッセージカードをいただいたよっていう声がね、あんまり聞こえなくてね。心配なの、私のメセカの行方が。え、どうなっちゃったの、私のメセカは。ちょっと大丈夫かしら、心配。みんなもらったのかな、それとも
もらった。本当に嬉しい。本当に私チョコの行方、カイリーの行方、本当に行方不明じゃない、大丈夫かな本当に、あ、よかったよかった、よかったです。見せ変わる、よかった。はい、ということであと10分しかないや、あの質問の方に参りたいと思います。はい、はい、ですね、じゃあこちら755からありました、落ち込んだ時の解消方法。はい、なんか落ち込んだ時の解消方法あるっていうのがあって、もしかしたらその方落ち込んでるんじゃないかって思ったので、ちょっとここで私が解消方法を、なんかね、なんでもそのさ、その落ち込んだ内容とかによるんですけれども、なんかあ、そうだ、内容によるんですけれども、なんか悔しいこと系、例えばテストの点数が悪かったとか、なんかそんなことじゃないかもしれないけど、テストの点数が悪かったとか、なんかスポーツで負けちゃっただとか、なんかそういう自分が原因で自分が原因でちょっと落ち込んじゃった系は、とにかくそれを、それかじゃやり込むことかな、いや、ドアを見つめるって、そう、なんかあの、うん、なんかさ、落ち込んでるからそのものに今手をきっとね出しづらい時なんだと思うけど、それはそれで、まあそういう時期があってもよしとして、ちょっと開けたらまたそれをさらにやり込むっていう、私はそうやんだろう、うん、そんな感じ生活で落ち込んでたりしたら、私はまずすぐね、両親に相談するかな、両親に相談しちゃうな。なんかやっぱり一人で抱えるのは辛いと思って、でやっぱ誰に相談するってなったら、私は絶対あの家族なんですよ。家族がね、すごい信用できるじゃないですか。だからでもね、そう、相談するだけでも違ったりするし、うん、まあでも私多分まだ子供だから、そう、両親に相談しちゃうのかもしれないけど、そう、なんかね、そう、パパにも相談するんだけど、なんかパパの意見ちょっと斜め上を行き過ぎてて、たまによく分かんないから参考にならなくって、私は結構ママ、時々パパぐらいですかね。妹にも相談するけど、パパはなんか、なんだろう、なんかちょっと変なんだよね面白い人なんですよね。はい、そうなの。うん、まあそんな感じかな。でも全然私妹、やっぱりママかな、ママに話します。あとなんか、やっぱりいっぱい食べ、あとアニメの世界に没頭するのも私すごいありだと思います。一回二次元からバイバイして、あ、待って、ここが三次元だから、あの一旦二次元の方に考えを置く一旦二次元に行くっていうのも私めちゃめちゃ全然ありだと思う。これは結構おすすめかもしれません。何かに没頭したり、そう、二次元の方に一旦焦点を当てる、ここが三次元びっくり、ここは三次元、二次元はあっち、 OK です。うん、そうね、全然芸術逃避って、私全然 OK だと思うんです、出すけど、全然 OK だと思う。私もなんかこの前の MC ですごいね、あの言われてた通りね、やっぱり落ち込む時ってあるんだけど、そうやって生きてきてるからそう、でもなんかね、ちょっとよくわかんないんだけど、春と言ってたんだけど、なんかあ、やっぱりなんでもないやそうですね、はい、ということです。はい、高校を卒業して1年ですが、思うことはありますかっていうのは、確かこれはね、なんでどっちだったっけな、メールの方かな。高校卒業してからもう2年、あ、そう、1年、あ、ん？2年1年経っちゃいますね。はい、
なんか高校卒業してっていうか学生じゃなくなってからなんだろう、なんかどんどん私どんどん私なんかってすごい思って、昔はさ学生の時はあの朝テストがある、授業がある、宿題課題がある、で塾があるとかさをしてて、すごいさ学んだり頭をさ動かすことが多くなったんですけど、今全然頭を動かしてなくて、だからそうなんかすごい、なんで私の脳みそ心配脳みそのこと心配してます。脳みそ退化してるんじゃないか、退化し続けてます、だから心配すごい、うん、そうなの。でもね、もっと心配なのがあの子ヤヒコちゃん大丈夫だ、じゃあちょっと下がいるからいいかなって思っちゃうくらい、あ、そうだ、うん、私よりヤバい子いたわ、いっぱいヤヒコ本当に面白いの。でもね、そうだね、面白いんです、うん確かに現役だったそう、でもね本当にそのね勉強しなくなっちゃって、どうと私字がすごい下手になった気がするんですよ。なんかあの小さい字が書けなくなったっていうかね、なんか小さい丁寧な字が書けなくなったの、全然字が汚くなっちゃったね。前ノートとかにいっぱい書いてたけどさ、なんかもうさ、なんだろう、グッズと黒板の字ぐらいしか書かないからどんどん私字が汚くなってって、すごいショックだなって思います。黒板、あの劇場の黒板に一言とか書くんですけども、それがなんかもう汚って思ってます。うん、そう、それが悪かったんですけど、うん、なんか綺麗じゃないよ、ありがとうございます。そんな感じ、まあつまり、うん、なんだろう、でもね学校卒業してからいいこともいっぱいあっていいこといっぱいあって、あのこうやってあの好きな時間にショールームができるようになったんですよ。学校あった時はね、勉強とかの時とかは毎日配信してた時すごいアップアップだったんです。そういうのがまあ全く気にしなくなっちゃって、そうすごい自由になったからなったし、あの10時以降でも配信できるし、そう、え、自由になったっていうのはありますね、ありますね。友達と全然会ってないんだ。そう、友達と、え、いつか遊ぼう、いつかなんかって思うけどね、学校の友達と全然お会いしなくてというか、そうなんです。と友達いないです。多分メンバーがいるし、みんながいっぱいいるからみたいな感じで励ましてる。そう、そうやってね、部屋の掃除とかしてても、そうね。泣けるだって、泣かないで、もっと悲しくなっちゃうよ。ねえ、でもなんかね、私でもこう見えて恥ずかしがり屋なの、なんか自分恥ずかしがり屋なのだから、あの誘えないし、同窓会とかあってもなんか恥ずかしいから、なんかあのそういうなんか大きい集まりみたいなのはね、なんかあんまり自分でよっしゃ行くぞってないかも、え、なってたかな、あ、忘れちゃったけどそう、よっしゃ行くぞはね、今この立場になってからにはなれないけど、はいわかる？ある最後回、え、ある、あります、ある。今の質問すごい選択ミスしちゃったかも釣りしたことありますよくね、あれに行ってた、なんだっけ、釣り堀に行ってます、私釣り堀に行ってます。
はい。あ、こっちの釣りも。リカさんの。ございました。え、釣られた人いるの？いないでしょ。それでは明日はね、そう、ちょっと何かで質問か何か募集します。ということで、また明日。見てくれてありがとう。誰かな、誰かな。バイバーイ。